じゃあ今日はホットケーキ屋で見っから。日曜日になるとホットケーキ屋で食べてんだっけ？今回はその模様をね、みんなでちょっと見てみっぺない？まずはこれ、セブンプレミアムさんのホットケーキミックスのモード。これ3袋入ってんだ。お得だぞこれ。で、風唐揚げで、まず2つは、後で食うことにして、一つね、一つ揚げていくべな。揚げで、あれ何考えてんのこの子。なんか動き止まったけんと。なんだと思う？なんかあったんだな、これな。んだ、出雲より容器大きいの気づいたんだ、これ。で、ちっちゃいのにしたから。で、ホットケーキのモードを、まず揚げっぴした？何がおかしいんだかわかんないけんと。揚げてみっかね。揚げた。ちょっと切り口ちっちゃいんだこれな。切り口ちっちゃく揚げだから、こんな全然出ねえんだこれ。おお、揚げた。揚がったね。で、卵。ほら、どこで割んだこれ。どこで割んだ？あそこがやっぱり結局。で、ここで卵は割んだな、1個な。で、次は牛乳。これ 200ml。これあげんだな。順番ってあんだかもしれんけんと、まあ男料理だから、ちょっとその辺多めに見てけんにがい。まだな、美味しくできるような方法あったらちょっとみんな教えてけろな。で、かき混ぜんだこれ。上からのアングル結構いいべこれ。ねえ、ちょっともうちょっと早くかき混ぜな、早く。おっと、違うアングルから来たな、これね。一生懸命かき混ぜてるの、これ。はい、美味しくなれ、美味しくなれってかき混ぜな。これ、ダマがねくなるまでかき混ぜなんねえだな、これな。ホットケーキのいい匂いしてくんだ、これ。液体だけど。よし。ここで思ったんだけど、俺左利きなんだよな、これな。ぎっちょぎっちょ。で、今回は、セリアさんから、ホットケーキの型買ってきたんよ。ちょっとシャレぎ出してんだ、今日な。で、そこに、ホットケーキのミックス注いでんだけど、右腕で全然見えねえっていう、このアングル。今俺編集しながら見てんだけど、結構笑っちゃうやん、これな。ボールしか映ってねえし。なんだべ、これ。だけど彼必死で注いでるから、ちょっと見ててやってな。ほら、出来だもん。マグ注いだからこれ。で、こっから焼くから。これ焼くからね。このフライパン、中火にしてんだ、これ。中火。で、お、のっけだ。で、中火で7分だって。お、ボタン押す。ボタン押して、はい、押しましたと。で、蓋閉めで7分待つんだ、これ。そうすると、中、すんごく膨らんでくから。お、間もなく7分できじゃない。ピピっていうかね。そしたら、今度裏返し。裏返しで、中火で3分。うん。いいね。いい感じ。ちょっと、初めてだからドキドキしてんだ、これ。お、上のアングルない、これね。なかなか、上のアングルもなかなかいいね、これね。お、なったなった。3分なったぞー。よし、取り出してみっぺね。ちょっとへばりついてんだ、これ。痛いんだ、これ。うーにゃ、おーにゃって。取りな、早く。取った、取った。もう一個、赤いのもな。ちゃんと取ってな。そう。ちゃんと取って。はい。出来上がり。で、器から外すんだけど、これ黒いの耳つりピした？角みでの。これからなかなか取んねんよ。うーんっつってくる本人も。なかなか取んねんだ、これ。ほら、ちょっとね、ちょっとこう、むしり取ってるみたいな感じだけど、取れから間もなく。うにゃ。取れか？おお、取っちゃう。おお。もううまくできたな。ちょっとうまそうだな、これな。お、何？今の手何？で、蓋
二つ目一巻ね。二つ目ちょっと雑っぽいな、ちょっとな。だけどフライパンに ふだして、7分ない、まだない、赤いのちょっとこれもろみ出てんない。で今回ちょっと絵描いてみっから、このチョコペンでね。で裏返しして3分待ってんだこれ。おうおう、いきなり終わったか。お、赤いの出たな。ちょっと茶色系で、まだこれもうまそうだな。で4つできましたと。でここでバターちょっと溶かして、バター溶かすんよ。でこれをかけんだ、じわーってかけてみ。うん、かかった。うん、かかった。ちっと谷がでもいいなこれな。で蜂蜜もかけんだ。やっぱりホットケーキっつったら蜂蜜もんな。うわ、うまそうにかけて、うまそうだねこれね。で今回はこのチョコペンでちょっと絵描いてっから、絵描いてっからね。ちょっと笑っちゃうけど、俺も何描くかちょっと迷ってんだこれな。みんなできたぞい、ホットケーキ。まずはオレンジジュースからいっから。オレンジジュースもうまそうだね。じゃあ今から見せっかね、いくぞい。じゃじゃーん、ほらにっこりマーク。これもにっこりマークだね、俺ね。怒った猫。かわいい猫。ほら、できた。なんか食べんのもったいねえんだけど、早速食べてみっかね。どっから来んだべな、この人は。うじゃ、おお、そこから行くんか。そこから行くんか、これね。ねえ、チョコレートもいい塩梅だからね、これね。よし、いただきまーす。やっぱりホットケーキうまい。どんな形したってうまいからこれ。ほら、うまくて画面も うなってくるこれ。横から見てアングルね。これ厚さ結構あんだね。うん、厚くてね、うまそうだこれ。おお、そこ何、うん、そこいっと、どうしたのこれ。ドアップでホットケーキ焼くと結構部屋中ホットケーキの匂いすんだ。充満すんだこれね。そうすると美味しさも倍増すんだなこれね。やっぱりホットケーキにはオレンジジュース定番だと思うんだ。うん、これうまいんだ。ホットケーキ食いながらオレンジジュース飲むの。みんなもたまにホットケーキ焼いてみたら、結構うまいし楽しいから。じゃあ今日はここまでない。じゃあね、みんなまだ後からない、いいんじゃない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。